はいどうも、カッパ院長です。さて、じゃあこの動画ではね、どうでしょう、ご覧のあなたは覚えてらっしゃいますかね。この旭川中二事件。ね、まあ、いじめっていうふうに未だに言われてますけどもね、これいじめじゃなかったですよね、結局ね。うん、とんでもないこのね、この暴力事件というか、まあ、その調査を命じた、この今のね、市長さん、旭川の今津、広介市長でしたっけね、うん、が、まあ、調査を命じたんですけども、それに対してね、この野党議員の方からね、この政治介入だと批判が相次いでるんですけど、これがね、まあ、本当の理由が、まあ、多分ね、このピンとくると思いますけどね、うん、ひどすぎると、うん、で、まあ、ちょっと内容見ていきますけども、旭川中二死亡を、まあ、この事件に対して、この市長がね、いじめと認識し議会で答弁、第三者委員会が調査中なんですけども、まあ、北海道旭川市で3月、私立中学2年の、広瀬沙耶さん当時14歳が遺体で見つかり、市教育委員会が第三者委員会を設けて、いじめの有無など調査している問題で、この今津市長は、28日の市議会でいじめがあったとする自身の認識を述べて、その考えを踏まえ調査するよう第三者委員会に指示したことを明らかにした。で、一部の、ね、市議からは教育現場への政治介入ではないかと批判が出てるんですけども、で、まあ、この旭川市女子中学生投資問題、今津市長はいじめであると認識し、野党は政治介入だと、まあ、批判してるんですけど、これが前市長がね、要は今、衆院選に、この立憲公認で立候補されてるんですよね。うん。だから、いろいろこの調べられると面倒なんですよ。都合が悪いんですよ。ね。だからもう、なんていうのかな、うやむやにしたまま、ね、隠蔽、要は隠蔽を図ってうやむやにしたまま終わりにしたいんですよね。うん。だから、これ以上真相とか究明されたりして、ね、事実、真実、究明、突きつけられると都合が悪いんですよ。ね、前市長、うん。西川さんでしたよね。うん。だこの人が今、立憲民主党から衆院選挙に立候補中なんで、もう分かりやすいっちゃ分かりやすいですけど、これはもうね、人としてどうなの？人外の下道そのものじゃないですか。え？これで選挙に立候補？よくそんな真似ができるよな。うん。いや、これは絶対許したらダメですね。うん。で、だから要は妨害してるわけですよ。うん。ね、政治介入だと批判している。ね、なんかいかにもなんかもっともらしい体を装ってはいますけども、違いますね、これは。うん、真相究明されると、ね、この立憲にとっちゃ都合が悪いから、これ調査の妨害ですね。うん、とんでもない話だな。うん、で、まあこれ覚えてらっしゃる方もいらっしゃると思いますけどもね、この旭川市の公園で、今年の3月、当時中学2年生のこの女子生徒、が遺体で見つかった問題について、第三者委員会がいじめの疑い事例として調査を進める中、この今津広介市長が、市議会でいじめがあったとの認識を示し、野党の批判を受けているんですね。で、旭川市の今津市長は28日の市議会で、女子生徒本人のいじめられているとの SNS でのやり取りなどの情報などを踏まえ、私としてはいじめであると認識しましたと述べ、さらに事実関係を調査している第三者委員会の委員長に、いじめがあったという考えをもとに調査を進めてほしいと伝えたことを明らかにしましたと。これまで旭川市は女子生徒の問題についていじめとは正式に認めず、ね、疑い事例、ね、疑惑があることは認めつつも、ね、うん、いじめとは断定できないみたいな。うん、いや、こう、うやむやにしたまま、うん、もうそのままなんかこう、風化させようと、うん、忘れ去られようと、うん、そういう方向に持っていこうとな、まあ、だからまあ、隠蔽ですよね。うん、そして、市の教育委員会に、まあ、そういう格好でなんかこう投げてたんですよね。うん、一応なんか格好としては、この市の教育委員会になんか調査を求めていたみたいなこと書かれてますけど、ね、こう調査なんかさせるつもりはないだろう。うん、
で、このため野党議員からこれは教育委員会や第三者委員会の独立性を侵害する政治介入に当たるとして、まあ、批判が相次いでる、ね、もうだから都合悪いんですよ、ね、このため、で、まあ、議会後今津市長は市民の生命財産を守る立場から行動を取った政治介入には当たらないと、ね、釈明しました。当然ですよね、うん、人一人死んでるんですからね、うん、立憲、ね、野党界隈、ね、ここにはなんかこうね、一部の野党議員としか書かれてないんですけども、旭川市議会のね、うん、いやもうもろじゃないですか、ね、都合が悪いからですよね、うん、随分ふざけたやつらだな立憲共産党はさ、うん、いや上から下まで、ね、中央も末端もこんなやつらばっかか。あー、なるほど、いい度胸だよな、そういうことか。あー、人の命が一人失われてるんですけども、立憲共産党さんとしては何、こういうのは何、反対していいものとそうじゃないものっていうこの分別がついてないのかね。てめえの保身だよな、てめえにとって都合が悪いからね、うん、あのことのこの重大さとかね、要は何だろうな、こういうの道徳的というか倫理的というか、もうそもそも人としてどうかっていうところに、いいとか悪いとか正しいとかそういう判断抜きにして、んてめえたちの選挙にとって都合が悪いから蓋してなかったことにしようとしてんだよな。だそういうね、自分たちの意に反する動き、調査を進めようとしているね、この今のこの今津市長の動きを妨害してんだよな。随分ふざけた奴らだな、立憲共産党さんはよ。ん？っていうかね、この立憲共産党さんもね、大概問題だけどもね、おかしいのはこの教育現場とか、この学校の制度だよな、教育委員会も含めた。だってこの市長がわざわざね、まあわざわざっていうのもおかしいですけども、ね、市長がこうやって乗り込んできて、指示しなければならない事態が、そもそもおかしくね？ん？学校側の隠蔽体質もそうだし、教育委員会もね、うん、めんどくさがってなんかこうね、なかったことにしようとしたいかのような動きしかしてねえだろうがよ。そもそも学校や教育委員会が隠蔽なんかしてなければ、ね、市長が出てくる必要もなかったんじゃねえのか？うん？野党議員、ね、一部の野党議員じゃなくて政党名と個人名出せよ。うん。いやー、ずいぶんおかしいっすよね。ねえ、いじめで命奪われて、ねえ、それを調査するのが政治介入に当たるって言ってんのか？立憲共産党さんの勘、ねえ、見解では。さすが人権を重視するね、うん、反日野党界隈の方々は言うことが違うよな。いや、教育現場じゃねえだろ、もうこれ。犯罪現場だろ。なんでこの犯罪がね、学校内のね、いじめで片付けようとしてんだよ。ん？そんな理屈、道理が通るのか？あるのかよ。いやいやいや、仮にじゃあ政治介入だとしてもね、いや全然おかしくねえよ。こんな悪質な事件だったらね、むしろね、積極的に政治介入しなきゃ解決されねえじゃん。ね。もうだって市長が動かなかったらそのままなかったことにされてたんだろ？いじめが疑わしい。ね。そのまんまだったんじゃないのか？いや、徹底的にやれよ。こういう時こそむしろ政治介入してかなきゃしょうがねえじゃねえかよ。教育現場が機能してねえから悪いんだろ？じゃあここでやんなかったらいつやるんだよ。だからもう分かりやすすぎますよね。だから西川前市長がね、立憲から出馬する。ね。だから選挙前にね、この前市長の西川さんがね、出馬するにあたって、この市長時代に放置されていたなんていう事実がね、バレちゃうと。それは困りますよね。いやー、さすがですね。人権よりもてめえの議席、てめえのね、私腹を肥やす、ね、利権、ね、そういったものの方を優先するわけだ。さすが、それがね、立憲共産党、野党の方々の本音というか、やり口なんですよね。いじめ問題？ね、いや、だって人の命奪われてるんですからね。それを解決するのになぜ反対するのか不思議でしょ？まあこれもうこの図式というか、まあもちろんこれね、立候補してるっていうのも当然ありますし、そもそもね、このほら、教師の組合、日教組ですよ、いわゆる。ね、あれらはもう立憲共産党に票を入れてるじゃないですか。だからその見返りに、この教育現場がこのね、批判されそうなことが起きると、こうやってね、騒いで守るんですよね。いやもうどっちも解体しないとダメだな。いやもう日本社会の敵だ、こいつらは。ことごとく。人の命が奪われてんだぞ。立候補云々蓋してる場合じゃねえだろ、おい。
いや、積極的に政治介入でも何でもいいから明らかにして、事実を追求、真実追求して明らかにしなきゃしょうがねえじゃねえかよ。そもそもいじめ隠蔽した責任の第一はこの教育の長、教育省にあるんだからさ、発覚した段階で与野党を結集してさ、ね、党派超えて教育長を追及すりゃ済む話だったんじゃねえの？うん。ね、前市長は責任の一端程度だったんだろうから、ね、頭下げて追及約束して実際実行に移させれば済む話だったんじゃん。ね、うん。まあなんだろうな、連合が離れた今、この教員っていうこのもう一つの支持母体、これはやっぱ敵に回したくないんだろうね、野党界隈としてはな。うん、要はてめえの保身ですよ。うん、てめえの保身とね、一人の人間の命を天秤にかけてね、うん、私腹を肥やす方を取ったってことだからな。うん、いい度胸だよな。こういうやつは確実に落とさないとダメですね。いや、落としただけじゃ済まされないな。うん、回答まで持っていかないとダメだよ、本当だったら。で、これもしですよね、たらればなんで言ってもしゃあないかもしれないですけど、ね、これ立憲の公認、ね、立憲民主党から、まあこの出馬じゃなくて、これ自民党とかね、与党から出馬っていう人間だったらね、この前市長が、ね、このマスコミの報道の仕方、うん、全然変わってたと思いますよ。うん？与党でも同じようにしてたのか？違うよな。確実に政局にするためね、うん、反日野党界隈、それこそ立憲共産党さんはな、ね、大騒ぎしてね、いや、しかもマスコミもそれに、もうなんかもう思いっきり乗っかってさ、やんややんやと、森友学園の時みたいな感じで騒いでたんだろ、どうせ。うん。いや、もうこれ徹底的に追及しなきゃダメでしょ。うん。何言ってんだよ。政治介入の何が悪いんだ？ん？立憲共産党さんよ。ということでね、確実にこれは真実、事実をね、追求して明らかにしてもらいたいですよね。うん。まあ、改めてですけど、ね、亡くなった方、中学生のね、中学2年生ですよ、本当。ね、広瀬爽彩さんのね、ご冥福をお祈り申し上げます。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。